アリシア・アマンダ・ビキャンデルは、スウェーデンの女優。スウェーデン系とフィンランド系の血筋を引いている。聖、ビコンダーの発音は、ビカンダルが、母国のスウェーデン語発音に近い。ビカンダーなどの表記も見られるが、ここでは日本において、多く使われている、ビキャンデールで統一する。スウェーデンのベストライエーターランド圏用手彫りで、精神科医である父親スワンテ・ビキャンデルと、 女優マリア・ファール・ビキャンデルの間に生まれる。両親は彼女が5ヶ月の時に別れ、彼女自身は母に育てられた。5人の兄弟姉妹がいる。9歳からヨーテボリにあるスウェーデン王立バレエ学校でバレエの特訓を受ける。15歳の時、プリンシパルダンサーになることを目指し、上級学校でさらなる特訓を積むため、ヨーテボリからストックホルムへ移る。 ヨーテボり歌劇場でレミゼラブル、サウンド・オブ・ミュージック等、複数のミュージカルに出演し、夏にアメリカのバレエ学校で、夏季教育課程、トレーニングを受けるなど、世界中を回る。16歳の時、トーマス・アルフレッドソン監督と取り組んでいた、テレビシリーズへの出演に専念するため、学校を離れることが多くなる。やがて、10大後半頃の怪我によって、バレエへの道を諦める。 その後、演劇学校のオーディションを受けるが、二度にわたり、落選する。一時は、ロースクールに入学したものの、一度も通わずに、女優になる夢を追い求め続けた。第48回ゴールデンビートル賞でのビキャンデル、スウェーデンの複数の短編映画やテレビ作品に、出演し始める。2008年からスタートした、スウェーデンの人気テレビドラマ、アンドラー・アバニンでスカンディナビアで有名になる。 2010年、長編映画デビュー作となる、スウェーデン映画、ピュア・純潔の主演で批評家から絶賛され、ストックホルム国際映画サイライジングスター賞、ベルリン国際映画サイシューティングスター賞、グルドバッケ賞主演女優賞を受賞する。2012年、キーラナイトレイやドーナル・グリーソンらと共に、アンナ・カレーニナの英語版、アンナ・カレーニナで、キティ役を演じ、国際的注目を集める。 同年、ニコラ・ヤーセル監督作、ロイヤル・アフェア・アイと欲望の王宮に、王妃キャロライン・マティルダ・オブ・ウェールズ役で、マッツ・ミケルセンと共演する。作品は、第62回ベルリン国際映画祭で、ワールドプレミアが行われ、批評家の賞賛を受け、第85回アカデミー賞で、アカデミー外国語映画賞に、ノミネートされた。自身も、英国アカデミー賞、ライジングスター賞に、 ノミネートされる。2015年、アレックス・ガーランド監督デビュー作、エクス・マキナで AI を備えたガイの井戸を演じ、その年の映画賞を多数受賞、本作で英国アカデミー賞助演女優賞やゴールデングローブ賞助演女優賞にノミネートされた。また、トム・フーパー監督作、リリーのすべてで、画家、ゲルダ・ベイナーを演じ、エクス・マキナ同様、 ゴールデングローブ賞主演女優賞など多数ノミネートされ、第88回アカデミー賞では、女演女優賞を受賞し、彼女にとって飛躍の年となった。2016年現在、ルイ・ヴィトンのミューゼの一人としても活躍している。2016年5月、自身の映画制作会社ビカリアスを立ち上げる。エヴァ・グリーン、シャーロット・ランプリング共演の ユーフォリアが第一弾作品となる予定。2018年公開のトゥームレーダーファーストミッションでは役作りのため4ヶ月間にわたる食事制限とトレーニングによって肉体改造に励んだ。2019年続編成作が決定。過去にララクロフトを演じアリシア・ビキャンデルの前任者とも呼べるアンジェリーナ・ジョリーに対してはアンジェリーナがやったことには張り合えないわ。 彼女がアイコンそのものだから、ララは一人のアイコンになれたの。と、リスペクトと取れる発言をしている。日本を舞台にした、アースクエイクバードでは日本語の演技に挑戦している。光をくれた人で共演したマイケル・ファスベンダーと2014年から2015年9月まで交際していたと報じられる一方、2016年1月10日、第73回ゴールデングローブ賞受賞式に、 連れ添って出席しているほか、同年2月28日第88回アカデミー賞受賞式にも連れ添って出席した。2017年10月に、イビサ島にて近親者のみで結婚式を挙げた。ありがとうございます。